じゃこんにちは、さゆたかさん、はい、まあ、巨人が阿部新監督に代わり、はい、その阿部新監督も早速いろんな番組に出たりとかで、はい、来季の構想なんかも話されてるんですけれども、はい、まあ、そのうちの一つレギュラー、はい、これもう3人だけは決まっているとおっしゃっていました、はい、うん、まあ、ショートが門脇選手、サードが坂本選手、そしてファーストが岡本選手で、カッコでもう、セカンドが吉川選手。吉川でいいんじゃないもう吉川の能力って高いよ。高いですよね。信頼されたらそれなりのものは出してくると思うよ。そうですよね。だから内野も決まったっていうことだよ。でも OK っていうことですか。いや俺は OK だと思うよ。それはやっぱ素敵な内野だもん。そうですよね、見てても、まあ二遊間にはスピードがあるし、はい、もうスターがサードには回ったし、はい、いやだからいいと思うですよね、うん、ただこれ以外のポジションはもう全て見てというふうに。なんでだよ大城でいいじゃないか。まあ、まあ、多分主戦は大城選手になってくると思うんですけども。だから大城のモチベーションも、え、俺レギュラーでしょって思ってるよ。いやいやいや、まだね、例えば岸田選手もいれば小林選手もいるし、あと山瀬慎之介選手も。いやいや、大城の足元にもまだまだ及ばないってただまあ競争と、小林はスパイスとして抑えで使ったりだとか、うん、そういうことはできると思うんだよ、はい、やっぱ守備力が高いから。だから視線は大城で、やっぱりレギュラーは大城だよ。 あれだけ打てる気あっちゃってなかなかいないぞそうですよね。いや本当だよ、ホームランまで打ってくれて。確かに巨人はね、やっぱり打てるキャッチャーっていうので。だからね自分がキャッチャーだから物足りないっていうことは、うん、それは感じるかもわからないけども、はい、やっぱ贅沢言ってもなかなか選手って育ってこないよ。だからまあある程度多めに見るというかね、はい、目をつぶるところもないと選手苦しいよ、うん。これってじゃあレギュラーでキャッチャーも大城選手って言わないっていうことは、さらに大城選手には阿部監督が何を求めてるんですか。いやいや、だからそういう危機感も持ちながらやってよっていう感じだろうね、うん、君には決まってるよって、うん、いやだけどあぐらかくんじゃなくて、はい、やってねっていう感じだろうね、うん。ということはじゃあ内野決まってきました。でも決まった、決まりました。決まった。外野です。ここなんですよね。ここ決まってない。そんな中で、まあ、例えばベテランでいうと丸選手、梶谷選手がいる。でもちろんそのウォーカー選手もいる、うん、ブリンソン選手もいる。ブリンソン契約したの？ブリンソンまだ未定ですけど、まだ分からないですね。まあ、まあでも外国人取ってくる可能性もあるし、ね、新たに、うん、で若手としては、まあ、秋広選手がいる、うん、それから浅野選手がいる、うん、さらに萩尾選手もいるってなってくると、ここのこの外野手争いをさあ阿部新監督はどうするんだろうっていう、まあ、そこら辺の伸び率だよな、はい、秋での、はい、あと中田選手、まあ、萩尾、はい、中田選手、あ中田は岡本が決まってる、はい、サード坂本決まってる、はい、ポジションがないもん。そうなんです。そしたら出るよ。代打代打で甘んじるかよ。そうですよね、うん、だから俺は出ていくと思うんだ、うんうんうん、だから、まあ、そこら辺はもう人生だからしょうがない、はい、萩尾、はい、俺は期待をしてるんだよね、うんうん、これがやっぱ阪神の森下みたいに俺はなってきそうな気がするんだよ、はい、で物はいいよ、うんうん、ただそのどういう風に扱ってるかだよね、はい、萩尾。俺は萩尾はすごく能力が高いと思うし、うん、頑張ってほしいと思える選手の一人だよ、はい、浅野もそうだし、うんうん、あと、まあ、梶谷、丸、はい、秋広、はい、もう十分じゃん。ただ、レギュラーってただね、外野はね、やっぱりね、ある程度特徴がないとダメだな。特徴、例えば近本みたいに、やっぱ守備力があって足があるという、はい、まあ、バッティングもいいけどね、うん、その中でやっぱこう、盗塁ができるとか、うん、森下だって思い切りがいいとか、はい、本当に意外性があって、どんなところでホームランを打つかとか、うん、まあ、そういう意外性が外野手には欲しいよね。うん、まあ、もちろん守備力も必要だけども、はい、萩尾にはやっぱ森下みたいになってほしいし、はい、まあ、秋広にはあの体があってアベレージヒッターっていうのは、うん、やっぱ足がね、そうですね、少しちょっと遅いだけあって、だから20発30発打てるぐらいのバッターに成長してほしいよな。ホームランをそのぐらい打てる外野手っていうことの特徴ですよね。じゃないとレギュラーっていうのは、うん、
外国人が入ってくると難しくなると、ね、そうですよね。浅野選手は、まあ、浅野は、まあ、一番タイプだよね、はい、で、まあ、将来的に3番打てるかもわからないけども、まあ、一番タイプとすれば足とか、はい、あそういうことを伸ばしてほしいし、はい、まあまあバッティングだとかそういうのは徐々に成長はしていく、また慣れということでね、はい、成長はしていくと思うけども、バッティングが成長した時にいや次は足だじゃなくて、うん、もう足の準備をさしておいて成長を促していくという、ね、うん、そういうやり方の方がいいだろうね。やっぱ足ですね、うん、だからバッティングバッティングってね、うん、よく言うんだよ、はい、だけどね急にはバッティングってよくなんないよ、うんうん、だから他のできるところ、はい、まあ、守備であったり、うん、もう盗塁の技術、走塁の技術だとか、そういったものをこう先に伸ばしておいて、うん、バッティングは後で追いついてくるよみたいな感じの方がいいかなっていうふうに思う。そうですね、うん、あと忘れてました、長野選手も外野に、まあ長野はまあそうですね、もうレギュラーどうのこうの競争というよりも、はい、困った時の長野だからそうですね、いやだからもう存在感がいいから、そうですね、ベンチにいて存在感でいいの存在感、そうですよね、そうそうそう、で若手が失敗したら、うん、調子が悪い、うん、そういう時にこうポンポンと背中を叩いてあげるだけで長野が、はい、それだけで救われる、うん、そういう存在だからですよ、ね、それはそれでいいの。ただ去年はね本当にあのスタメンで出た試合もね、はいはい、結構ありましたし、うん、まだまだやっぱり現役でっていうところありますよね、外野手として。まあそうだな、うん、まだまだ体動くしね、はい、だから全然衰えを感じないから、はい、だからそれはまあ長期的に出ればやっぱ衰えは感じるかもわかんないけど、単発的にね使っていくと衰えなんか全く感じないです、はい、うん、だから貴重な戦力だよね。あとオコエ選手も外野にいます。オコエは厳しいかな。厳しいですか。まあ魅力がないって言えば魅力はあるんだよ、はい、やっぱ走力とかね、うん、レギュラーという意味からするとちょっと厳しいかな。あ、そうなんですね。それは、うん、例えば萩尾選手だったりとか浅野選手、秋広選手よりもちょっとっていうことになってくるんですかね、年齢的に。まあ年齢的にもうプロ入っては何年か経過してて、あのバッティング、うん、っていうことは足とか、はい、まあ、そういうものは素晴らしいものがあるよね、うん、だからそこら辺をこうより磨いてベンチにいるっていうような感じの選手だと思う。もうレギュラーっていうことではないと思う。まあ、あとはもうベテランの梶谷選手、丸選手、うん、まあ、梶谷はね坂本と同じ年でもっとやらなきゃいけないよね。そうですね、まあ、腰の手術とか、はい、まあ、いろいろあったから、まあ、大事には使われてたけども、うん、まあ、来シーズンはもうとにかく勝負の年だから、うん、で彼が能力的にしっかりやれば、まあ、3割近くの20本、うん、で足も走れるとしたら20盗塁ぐらいは、はい、絶対できる選手だから、うん、ここら辺も面白いよね。そうですよ、本当、うん、あと怪我だけに注意してっていうことですよね。怪我するからな、怪我しがちなんですよね。カッチカチだからな、体が硬い。硬い硬いんですね。ちょっと酢飲め、酢酢飲んで柔らかくそうそう、もうヘロヘロになっとけよ逆に。まあ、丸選手もね、まあ、今シーズンちょっとね出たり出なかったりっていうのが、まあそうだな、でもまあ1シーズンやったら数字は持ってる選手だけにね、はい、そうだな、まあ、3割近いで20本は確実に打つ、うん、でそれに伴った打点、はい、あと出塁率、うん、選球眼もいいしね、だからこう落ち着いて戦わせてあげたいよね。ああそうですね、出たり入ったりじゃなくて、はい、うん、だからそうなってくるとやっぱ数字は持ってる選手だけに安定した数字は出してくると思う。今挙げた外野手の中で阿部新監督はもちろん若手を育てなきゃいけないっていうのもあると思うんですけれども、うん、どういうふうな、まあ、岡田とかもいるんだよね。あ、そうですね、岡田選手もいますね、うん、だから素材的にはいい選手っていうのはたくさんいるんだけども、まあ、経験だとか考え方だとか、うん、そういうのをやっぱこうしっかり正した上でやっぱチームに貢献できる選手を育てていかなきゃいけないしね、うん、だからミーティングっていうのもすごく大切だし、はい、ミーティングじゃなくても対話っていうのもものすごく大切だし、うん、だからまあそういうことを積極的にやっていくと、はい、考えと結果が一致しだすとやっぱ強いチームになっていくよね、はい、そうですね、うん、あと松原選手もいました。松原なおったないますいます。使う気あるんかないんかな。監督変わったのでそこら辺ってどうなんですかね。いや分からん、うん、でももうブランク結構あるからな、まあファームでは出てたりとか、はい、まあ、一軍にいてねちょこっと試合に出てたりはしたけども、うん、ここら辺がどう考えてるのかな。もう若い人に目移りしてんじゃないの、コーチ陣とか監督は。まあそうだね、だからあの手のタイプって本当にしっかり3割残さなきゃいけないような、はい、
まあ、選手だしね、うん、まあ、盗塁にしたって、まあ、20個以上は走ってほしいっていう選手だけに、うん、その数字が出せるかどうか。そうですよね、うん、ね、あのぐらいにもう年になっちゃったからさ、はい、そうなってくると萩尾とか、はい、秋広とか、うん、浅野とか、うん、そういうところの方が長持ちしてくれるよね。そうですね、まだまだ伸びしろもありますし、もう秋広なんか身長もう伸びないでほしいんだけど、ね、まだ伸びてるかもしれないですよね。まだ伸びてるっていう噂があるしな。ね、すごいですよね。いやだから若手が本当に順調にね、うん、まあ、成長するのか、そういう成長させるような環境に置かなきゃダメだよね。そうですよね、やっぱね、環境で人間って変わるから、うん、もう眉間にしわ寄せてもあーとか言って高圧的に行くと絶対成長しないから。今そうですよし、やろうぜみたいな、うん、ね、コーチも若いからさ、はい、今ね、だから一緒にやって、うん、一緒に泥だらけになってやるぐらいの、はい、そういう感じの方がいいのかなっては思うけどね。そうですね、はい、でちょっと内野に話戻すんですけれども、うん、まあ、内野手はもう大体決まってるっていうふうにさっき話したんですけど、うん、じゃあそんな中でやっぱりそのサードの坂本選手がやっぱりその腰とか下半身にやっぱりこう故障しがちっていうものを持ってる中で、じゃあ坂本選手がまたちょっと離脱するってなった時は内野手どういうふうにポジション替えとか代わりの選手は誰を置くとかっていうのはどうなるの？いやだからその岡本をサードに戻して秋広をファーストにするとかさ、新しい選手を入れるではなく、例えば中山ライト選手、まあ、なかなかその二遊間は固定で使いたいと思うんだよね、はい、片脇のサードってめちゃくちゃうまいよ、はい、これはねスーパーだよ、うん、うまいけどやっぱショートのポジションというのはそんなに動かしたくないよね、はい、でも動かすとしたら中山ライトをショートにするとか、はい、でもそうだったらリスクがあるから中山ライトをサードに使うとか、それとか他の若手内野手がね伸びてくれば別の人が出てくるだろうけども、はい、昔広島カープが強い時期に衣笠さんという選手がいてね、はい、サードからスタートしてで終盤になったらサードに木下さんみたいな守備の上手い人を入れて衣笠さんがファーストにとか、はい、いろいろこうやっぱりやってんだよね、うん、岡本っていうのはもう不動の4番だからあんまりポジションというのを動かしたくないんだけども、はい、そういう緊急事態の時には岡本がまたサードに戻り、はい、秋広がファーストに回るとか、ファーストがいなかったら、うん、秋広じゃなくてもいいし、うん、できる若手、はい、これをもう鍛えておくとか。そうですね、まあ、坂本選手も年齢的にいい年齢になってきたので新旧交代でじゃあサードで坂本選手いなくなった時に誰かが育ってないとサードだったら、はい、多分ねできるよ、まだ長くいきますか？まだできる。でもその後って若手って作ってない？いやまあそれはもちろん作るよ、それはもう作る作る、うん、だからいい子が伸びてくると ないいけどな、まあ誰っていう候補っていうのはなかなか見当たらないけども、うん、いると思うよ中には中には、うん、目をつけてる選手っていうのはね、うん、それはもう新岡が二軍監督で見てるだろうし、うん、まあ推薦してると思うけどね、はい、そういう意味ではもうある程度の青写真っていうのは多分できて秋季キャンプを今やってるよ。あとは来年の春のキャンプでドド選手が一軍帯同で呼ばれたりとか、外野手争いどうなってくるのかとか、まあそうだな、はい、まあ、そこら辺は楽しみだけど、うん、まあ、いろんな複数ポジションっていうのはある程度試しながらやらすと思うよ、はい、うん、だからそんなには決めないとは思うけどね最初からね、うん、新之助のスタイルだったら決めたと思ったら動かさないと思う。あ、もうそれでいくっていう、うんうん、はい、だから器用貧乏には育てようとはしないと思う、うん、このポジションができたら十分だっていうような感じでいくと思うんだけどね、うん、ちょっと来季がねまた楽しみというか、まあまあそうだな、はい、まあ、中田の去就というのも気になるけども でも岡本がファーストに行くんだったら中田は出るという、そういうことになりますね、うん、あとはどういった例えばまた、ね、外国人補強の選手、まあそうだな、まあするとすれば、まあ、ピッチャーと外野手だろうね。だから外野手は大変だよ、もう各球団毎年大変だから、そうです、ね、だいたい外野に連れてくるからですよね、外国人内野っていうのはやっぱサインプレーも多いしね、はい、なかなかこうスポットははまってこないんだけども、うん、打てる外野手、はい、それを取ってこようとはしてると思うけどな。そうですよね、はい、あとはね、まあ、補強で誰をとか FA で誰かを取るってなってくるとまたポジションが動いてきたりもね、まあまあな、うん、違ってくるとは思うけどもね。そうですよね、まあ、なかなか FA っていうのはあんまり今年の場合はピッチャーは考えても野手はあんまり考えてないんじゃないかなと思うんだけど、ね、例えばまあ山川、ね、穂高選手はまあどうなるかもちょっとわからないですけれども、うん、巨人がなのかソフトバンクなのかとか、まあそうだな、はい、だからどこをどうやらすかだよね。
ですよ、そうなると。いや、山川を取った時にはさ、そうですよね、ファーストしかできないって言ったら岡本サードに戻すっていうよりも岡本が外野に行く可能性だってあるよね、そうすると大変だよ、またですよね、うん、だからそういったところの兼ね合いっていうのも本当に本オフ注目になってきますよね、うんうん、でも山川が来たからって岡本が移動するっていうのも岡本はなんか尺だろうけどないやそうですよね、俺4番ないだけどね、まあ、チーム事情強くなるためにはしょうがないのかもわからないけども、はい、まあ、そこら辺がどうなるかだな、そうですね、楽しみだな、はい、はい。